個人的にはやっぱセンター、そのフォワードのっていうのが2人しか、一応まあ登録上だとは思うんですけど、2人しかいないっていうのがすごい個人的には気になっているところで、ずっと。そうですよね。だから本当にそうですよ。中盤のミッドフィールドのところにダーッと選手が並んでるけどね。この選手使うんかっていうようなそうですね。そうでしょ。そうですね。うん。本当に日本の代表選手としてね、使いますかっていうようなこの1戦2戦のところでね、けどね、うん、それは誰だとは言わんけどね。ちょっと偏りがありますよね、やっぱり中盤の人数に対して、うん、もうちょっとなんかフォワードタイプを見てみたいなっていうのは、今ベルギーにいるの鈴木選手がかなり点を量産して15、6点ぐらい、結構鈴木武蔵、鈴木優馬の方ですね、もともと鹿島にいて、うん、そこからベルギーの方に行ったんですけど、結構得点を量産していて、今も別のイタリアとかのクラブからのオファーがあるんじゃないかっていう噂も出ているぐらいなので、そういう選手こそやっぱ見たかったなっていう、うんうん、なんか1回も選ばれてない、選ばれてる今まで代表に、代表は選ばれてない、選ばれてはいるんですけど出てた記憶、ちょっと出てないんだ、うろ覚えなんですけど、多分出てはない、選ばれてはいますけど出てないっていうタイプだったと思います。そろそろ大迫選手に頼るのをやめた方がいいんじゃないかなっていうのは、いや本当そうですよ。もうまあ大迫選手の代わりになるね。彼も31か2でしょ。そうですね、うん、だけどまだまだやりますよそれは。うん、ミシャン・ロナルドなんか36歳でまだマンチェスター行くっていうんだから。そうですね、めっちゃもう、うん、だからこれが彼らの仕事だからね。うん、そんな31ぐらいだったら、1日だったらまだまだできるというように思います。それしかやってないんだから、うまく勉強して休養を取って、うん、食事をちゃんときちっと取って、それでやっていけば33、4、5ぐらいまでやろうとできます、うん、だから大迫選手なんかも、俺は年いったとかいうような、年寄りになったっていうつもりで若々しくやってもらいたいよね。うん、まあこのメンバーだったら割と、まあ、選手層でもやっぱりオマーンと中国に比べても揃っ、まあ、裕福というか、やっぱり海外組がメインになってて、それはそうなるでしょ。だいぶ戦力的な部分がやっぱり、J リーグでやってちょっと良かったら全部いっちゃうんだから。そうです ね、本当にできるのかどうかね。うん、ちょっと J リーグでできるからって言っても、で海外へもう試合に出れるかどうかって分かんないじゃん、ま、そうですね、あれがないじゃん。だからそういう国内での最高の実績を作ってきちっとできるものを持っていかないとね。うん、向こう行ってから練習して上手くなりましょうと違うからね、うん、向こう行ったらもう一軍でバリバリできるっていう、そういう力を持ってる選手じゃなかったら、無駄飯食べてばっかりいたんじゃ話にならない。助っ人ですもんね、向こうの選手からしたら。外国から来たアジア人の助っ人っていう感覚ですもんね。もういや、あれやろ、職場荒らしでしょ。自分たちの職場って荒らされてるんだ。うん、では、今回はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。